まあ5歳まではまだ若いですからね。いくつぐらいでした最近朝一番で24あ24、うん、でももうだいぶ溜まってるからさこれだいぶ朝一番は多分そんな溜まってないと思うんですけど、うん、8割ぐらい溜まってます、うん、ペンですわ。まあパッと見てあのねいくちばしアイリングの色がとっても赤赤していい感じですね。ご飯もいっぱい入ってるし栄養状態もいいですね。あとお腹は柔らかい、何もしこりはないと思います。よし、このようにして、はい、じゃあ爪切り、それからあと抗寄生虫薬ね、つけますね。はい、それじゃあもう口で口にちょっとつけてくれる、ここ、はい、じゃあここね、0.5 と聞く地肌にね、はい、ありがとう、頑張れ頑張れ、観念して爪切り、爪切り頑張ってるよね、いつもね、これはやっぱり一月で伸びますね、ここは。ごめんね。ごめんね。みんな今日休むのね。そう、わかんないですけども。結構鳥の爪切る機会は多いんだけど、みんなこんな風だと助かるんですけどね。もっとギタバタですか。そう、大変なんですよ。まず確保するまでが、でちっちゃい子はまだいいんだけどさ、お中型ちょっと大きくない大きい子もいるんですよ、結構大変、手袋しないとね捕まえられない。さすがに大きい子に噛まれるとねめっちゃ痛いからさ、とここでは確保できなくて、ちょっとレントゲン室で真っ暗にして、ま、ちょっとね、あの、まあ、クラスとちょっと動きが悪くなるんですよね、うん、びっくりしちゃって、ね、その隙にパッと捕まえないといけない場合もあるんですけど、おいしょ、いい感じだね、出血もさせなかったね。はい、じゃあこんな感じで切れました、ね、結構短めね、はい、爪切りおしまい。いなかったね、あなたね、もう一回測る、あ、ごめん、体重計もう一回出して、そうね、24だね、今。まあ、家では観察してるんですよね。そうですね、23.9 とか、もう一個も、あれもう一つね。すごい。はい、じゃあ、OK です。じゃあ、変わりがなかったら、また1ヶ月ぐらい先でね。はい、見てください。はい、これからの季節。寒暖の差が激しいときは体調崩しやすいですから、観察をしっかり ね。観察のポイントはうんちの数、体重、あとはさえずりですよね。さえずる子がさ、なんか少ないとちょっとやばいかなと思っても早くはいいですね。はい、すみません。ありがとうございます。はい。